おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新葉一華ですこの後8時まで生放送日本放送飯田浩二の OK 浩二アップお送りしてまいります、えー、まず一つうお知らせです、えー、昨日のエンディングでですね、えー、今日のコメンテーターについて高橋洋一さんと申し上げたんですけれども、えー、正しくは今日は、えー、経済学者飯田康之さんの登場となります、えー、登場は7時前となりますけれども、えー、手元にある原稿が間違っておりました大変失礼いたし さあ,あ今日は曇り空という,うこのままの一日、なんかレーダーを見るとね結構ところどころパラパラと雨が降ってるようですけれども。そうですね今日一応曇り ところにより雨という予報になっていまして、うん、関東各地でまあところどころでパラパラと雨が降るそんな予報になっていますのでまあお出かけの際は念のため折りたたみの傘を持ちになった方がいいかもしれませんねああなるほどカバンの中には入れといた方がいいと、うんはい、まあ、あの雨というと心配なのは台風七号の動きそして北海道で大雨が降っているというあたりですけれども、はいはい、まああの日本ってやっぱり横に長い国なんだなと思ったのは私まあ夕方ぐらいに に会社を出てですね、はい、取材先からまあ家に帰るということなんですけど、まあ、あの JR の駅使うと、ねえー、遅延のこうお知らせみたいなのが、ねうん、流れるじゃないですか、はい、であれ見るともう夜行列車が、ねえー、西の方へ向かう夜行列車<ー>サンライズ瀬戸サンライズいつもっていうのがありますけど。はい、おこれがあのー 明日や、今日、今日の夜というか、えー、昨,日昨日の段階で、まあ、もう、運休が決定してますよというようなね、えー、お知らせがあったりなんかした、うん、あ、そうか、西へ向かう列車っていうのは影響を受けるなと。そうですよね。ええー。まあ、台風のお影響などについてもまた、あニュースの中などで、えー、お知らせしていければと思います、えー。そして今日はこのどんよりとした曇り空、まあね、昨日の配線を引きずってなんか、うん、もやもやしたままっていうようなね、はいえー、気持ちを表してますけれども、新業、ね、アナウンサーは毎 <laughs> 毎回ですね、えー、日本代表の選手のユニフォームを着て放送に臨んでいたわけですけれども、はい、今日は大きく出てますよ、新庄、はい、さん <laughs> も<う>日刊スポーツ長谷部も代表引退、<や>さあ背番号17そうです、ね、まさに新庄<や>さんが毎回着ていたのは背番号17番,17番昨日のツイッターに、はい、この背番号17をきれいに折りたたんで。<laughs> スタジオに残していったっていう写真が上がっていて、これはまさか予期していたんですかというような書き込みったんですがいや,いや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 、予期していたというか、まあそのユニフォームに感謝というか、このユニフォームと一緒に応援したんだっていう意味で、こう綺麗に畳んで、うん、ありがとうございましたって思いで、あの写真を撮ったんですけれど、うん、でも、まあ今回で長谷部選手最後なんじゃないかなっていうのは、確かになんとなく私の中でも思ってはいて、だからこそもう一生懸命応援したいという思いで17番を着て、うん まあ感染していたので、うん、でも発表されると、すごく寂しいっていう、南アフリカ、ブラジル、そして今回のロシアと、<laughs> うん、あのキャプテンマークを、その重圧を背負い続けた、うん、いやもう3大会ずっとキャプテンでいるって、本当にもう、私の考えでしかないですけれど大変だったと思うんですよね、自分だけじゃなくて、チームのことも考えてっていう中で。うん もうそんな中で本当に感謝の気持ちしかないですよね。もう泣きそうになっちゃうのです、そ <laughs> う、<laughs> そうですよ。えー、昨日、どうしても泣かすことができなかったんで、今日は泣かせにってるんですけれども。そう、先輩。<laughs> <laughs> いや、でもあの、泣かなかったのは偉いなと思ってん、ね、いやいやいや、えー。いやいや。まあ、あのー、日本代表、帰ってく、えー、るね、うんえー。間もなく、北斗に着くということもありますんで、またね、えー、日本に帰ってきたら会見とっとするでしょうし、うん、その辺もね、取材して た、はいとね思っております、えー、その時にはきっと。<laughs> え私ですか <laughs> 私ですか <laughs> 本当ですか <laughs> 泣いちゃうよね。いやー、泣いちゃう気がしますね。会見の音じゃなくって、こう、新庄アナウンサーの脇にこう、そうそう、<laughs> IC レコーダーをずっと回しとこうかなとかいろいろ思うんですが。<laughs> 最新ニュースをピッックアップいたします今朝の朝刊は各種バラバラという感じですね、えーまあ、昨日は試合が終わった直後で朝刊の時間には間に合ってなかったのでこの日本代表のベルギー戦の敗戦というのを各地、大きな写真入りでね、えー、毎日新聞は1面トップですけれどもを載せております。 さあ、そんな中ですね、あんまり新聞に載ってないんですが、ちょっと気になるニュースということで、昨日配信されていたんですけれども、農林中央金庫が来年度から預金の金利を引き下げるとえいうことを発表しております。農林中金。これ実はの本社というか本部があの会社の隣のビルにあるんですけれどもね、ここ、そういえばよく名前は聞くけれども、ここどういうものなんだろうっていうのがね、なんかいまいちわかんないところもあるんです。 ですがえー、農林中金、えー、農業、漁業、林業などの協同組合を基盤とする民間の金融機関と まあ民間の金融機関ってことは、まあ、だから言ってみれば銀行と同じようなものなんですけど、銀行だといろんなところに支店があって、看板があるからわかるじゃないですか、ところが農林中金は、農林中金っていう看板、見たことないですよね、でえー、ここがちょっと分かりづらいんですが、農林中金の,、まあ、そのお客さんに対する窓口って、じゃあどこかっていうと、農協なんですよ。 農協っていうものは、その、お農業のね、あの、やり方の指導とか、まあ、あと、肥料とか、用具の調達とかの仕事もあるんですが、そのうちの一つが、 えー、貯金やローンとか為替などの金融サービスもやってるとで窓口は農協が全部一体となってやってるんだけどそれが都道府県とかあるいは全国単位になると機能ごとにこう分かれるんですよで農業についての指導とかは JA 全中っていうやつがやっていてでこのあの金融に関するところは、まあ、間、都道府県の時に信連という信用連というのをかませたりもするんですが最終的には農林中金がやると。だから農協 が集めたこの預金とかの大部分を農林中金に持ってきてそこが運用していると、で、えー、この巨大な運用益を利子として流していくということをやっていると。で昔は その農業をやろうっていう人に対して、まあでも一番最初お金がないよねと、だからお金まず融通しましょうっていうところからスタートしたんで、えー、まあ、いわゆるその農,農林水産業支援というのが大きな目的で、それが大きな仕事だったんだけれども、いつしか、えー、 全国からいろんな、こうね、えー、座からお金がわーっと集まってきたのを、じゃあ、運用するという、ある意味、大きな機関投資家という今、役割をしていて、え、え、たいあの、100兆円ぐらい全体で預金があるそうなんですが、このうちの60兆が、え、農林中金が運用していると。でかい機関投資家ですよね。で、ところが、この機関投資家の方の仕事が、あのー、利子を儲けるみたいな仕事が大きくなりすぎちゃって、 でえー、じゃあ、君たちは一体農業に対してどういう貢献をしているんだってこれはあの小泉進次郎さんあたりがね、えー、自民党の中でもかなりこう議論をいろいろやっていて。であの じゃあ、そういう,う、あんまりお金儲けばっかりじゃなくて、ちゃんと農業を下支えするようなことをしなさいよ、と、えー、いうことはずっとこの、組織改革の中で言われてたんですけれども、まあ、ある意味ですね、えー、なかなか動かないので、えー、そこでこう,こう、劇薬的に威力があるものということで、金利の引き下げっていうのをやろうじゃないかと、いう、というのは、これ、あの、各、 こう、個別の地域農業にとって、この預金の利子の収入っていうのがバカにならないものがあるらしいんですよ。まあ、何しろ60兆を回しますんで、まあ1、1%ついても6000億ですよね。これを全国に分散したら、相当な、こう、収入源になると。で、ただ、この収入源に、ある意味、こう、あぐらをかいてと言ったら言い過ぎなんですけれども、これを当てにしすぎちゃって、本来の農業で儲かなくても別にいいやっていうことになりゃしないか、 っていうでそこで利子を下げることでじゃあ本業頑張ろうよというふうに。 ななっっていったらいいなといたらとうのののが今回のこの政策だそうです、まあ、そうなっていけばもちろんいいんですが、かといって、えー、これで農協そのものが立ち行かなくなってしまったらそれはそれで困るというのもあるんで、まあなかなか致し返しなんでしょうが、まずはこうやって一石を投じてみようというのがあ今回の政策のようです。まあ決めたのは農林中金そのものだそうなんですけれども、まあ今後この日本農業がどうなっていくかと。 この資金の面の流れからも見ることができるというニュースちょっと興味深いなと思いましたご意見をお待ちしていますメール COzy.cogy.1242.com です FM93AM1242 日本放送飯田工事の o、OK! k コージーアップ続いては働く世代の心と体が軽くなる情報をお伝えしますモーニングライフアップです今日のテーマは暑い夏を乗り切る睡眠術 まあもうねこれだけ暑い日が続きますと夜ぐっすり眠れないという方も多いと思うんですがそこで今日はですねぐっすり眠れるポイントをですね快眠セラピストの三橋美穂さんに伺っていきます三橋さんおはようございますおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあこれだけ暑くなってくるとね夜でもクーラーつけてってことになると思うんですが寝室の温度について何度くらいに設定するのがいいんですか 28度を超えますと、はい、あの睡眠中の熱中症のリスクが高まりますのでつですけっぱなしでいいもんなんですかはい、途中で切ってしまいますと、はい、その後に室温が上がって何度も目が覚めて、はい、結果あ<ー>あの、睡眠不足になってしまいます。はい 特にマンションはですね、はい、壁に日中の太陽光の熱が蓄熱されてますので、はい、エアコンが切れるとその熱がじわーっと寝室にこう流れてくるんですね、あはい、それでまあ切ると暑いっていうふうになりますから<ー>まあ高めでもいいですから、はい、エアコンは上手に使っていただいた方がいいですね。はあとお布団なんかもね今は結構ひんやりするものとかいろいろ出てますけれども、はい、どんなものを選ぶところいいですか寝具は 皆さん、よくあのかけるものを、ね、いろいろ変えると思うんですが、もっと大事なのは、実は敷きパッドですか、えー、そうなんです。なんで途中で目が覚めるかって言ったら、ええ、背中が蒸れて目が覚めることが多いと思うんですね。かりますなるほど ですから、あの、立体構造で通気性の高い、<え>あの、敷きパッドっていうの今、売られていますし、あとは、昔からあるものですと、はい、いぐさだとか、竹のシーツ、あと、朝のシーツなどもおすすめですあ。あと、寝る時の服装っていうものは、どうですかなんか、半袖で短パンとかでも涼しく寝ようとか思うんですけれどね服装はですね、はい、下は長ズボンがおすすめなんです。あ,あ、そうなんですか<ー>それどうして、はい 寝てる間に特に明け方に足がつってしまう方って。 意外と多いんですねああ、なんかね小村帰りで目が覚めちゃったよみたいなあれっていうのはですね実は足の冷えが原因なので、えー、あの暗い気が冷えると釣りやすいんですねそうなんですねで夏ってお腹にタオルケットはかけてるけど、うん、短パンに足は出てる服装多いと思うんです多いですねそうすると小村帰り起こりやすいので<ー>特に下は長ズボンを履かれるのおすすめですあーそうなんですか、はい、ある程度そこはちゃんとカバー しといた方がいいんですかそうですねあ他に何かポイントというところはありますか頭寒即熱の状態になると<あ>リラックスして寝入りやすいんですねよく言われますねそれね。頭,頭が涼しくて足元が温かい状態でそれを夏に作るには、はい、頭を冷やすと ああ冬と逆ですもんね。ですから、保冷剤だとか、ちょっと涼しくて気持ちがいいっていう状態を作るっていうことが大事ですね。カチカチに凍らせた保冷剤とか、タオル巻いてとかっていうのは、あれ、効果的ですかカチカチにしない方がいいでチカチにしない方がいいですうちょっと柔らかい方うが、カチカチだと、その硬さで違和感があるので。 増庫の方ですね冷蔵室の方に入れておいてそれをハンカチだとか薄いタオルでくるんで温度調整するのがいいですなるほど気をつけていただきたいのは首は冷やさないということですあ、首冷やしちゃダメなんですか首じゃなくて後頭部もしくはおでこを冷やした方がいいですあ、そうなんですかはい。首は冷やしすぎるとあの逆に血流が悪くなって首や肩のコりにもつながります から<あ>冷やしたいのは頭の方ですね。それは熱中症の予防にもなるわけですもんね。はい、そうですね。はい。うん、わかりました。皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。エモーニングライフアップ。今朝は暑い夏を乗り切る睡眠術伺いました。 さあ、この時間はスポーツの話題をお届けしております。スポーツアナザーストーリー。ここのところはもうずっとね、はいえー、サッカーについて、ーワールドカップについてお届けしてまいりました。さあ、あ今日はですね、この時間、えー、日本放送、サッカー日本代表の活躍を伝え続けてきた、えー、日本のサッカーを見つめ続けてきた、ケムヤマミツリアナウンサーと電話をつないでですね、まあ、今回のロシア大会日本代表の戦いぶり、総括をしてもらいたいと思っております。ケムヤマさんおはようございます。はい、おはようございます。 よろしくお願いします。さあ、まずは率直な感想いかがですかもうちょっと見たかったですね。そうですよね。もうちょっと見たかった。金魚さんじゃないですけど、あの、本当にいいチームだったんで、うん、あの、ここで解散っていうのは、なんだか悲しいですね。あの、セネガル戦の後に電話つないで、ね、えー、ケムヤマさんの、こう、興奮ぶりっていうのがすごく伝わってきたんですけど、うん、今回のチームっていうのは、こう終わってみると完成度の高いチームだったわけですか そうですね、あ,のあともう、私も実際、もうサッカー感も変わっちゃったぐらいで、<ー>え実質1ヶ月ぐらいでこういうチームが作れるんだっていうことと、はい、あと、まあ、今まではね、格上とやるときは、もう守って耐えて、耐えて、カウンターしかないと思っていたのが、うん、まあ耐えながらもう、反撃に出るときは自分たちのスタイルで、堂々と攻め込むことができると、うん、あの決してあの最初からね、腰を引くことなく。 戦うことができるんだってことを見せてくれたって意味でも、うん、あの日本人として誇りに思うような試合を見せてくれましたねうん、まあ、の4試合ありましたけれども、<っ>この中でこうビビっときた瞬間、試合ってありましたか一番ね、実は背筋がゾぞっとしたのは、はい、あのポーランド戦の最後ですね、ーあのボール回したところであパス回しのところ。いろいろ批判もされてますけど。はい あんな賭けに出る日本代表っていうのは初めて見ましたんで、ねうん、で、今こんなふうに明るく話してますけど、うん、あれもしセネガルが追いついていたら全て負担してしまうんですよね。そうですよね。でもああいう判断をパニックにならずに、うん、あのすごいブーイングの中で、10分以上、チームが一つの方向性というか、統一した意思でやるってことも日本代表ってなかなかできなかったんですけど、うん、このチームはみんながそれを、 あの共有できるチームだったし、ああいう賭けに出ることができる、まあ、西野さんの判断もありましたけど、はい、まあ、今思い出してもね、<ー>もうあれ、逆に出てたら、勝ったのに叩かれてるんですよ、<ー>負けてたらどうなってたんですかってで、ね、うんでも逆にすごいことやったなと思います、ね、そ,それを、ケメモさんは実況してたわけじゃないですか。えーすね、これ目の当たりにして、えー こここんなことが起こると起る思ってましたいや、全く思ってないですね、<ー>だから僕はあの水沼孝さんと、はい、水沼さんともずっと一緒にやってきたんですけど、ええ、結構終わった後、ええ、呆然としてましたもんね、あそこんな日本代表、ある意味、ワールドカップの舞台でこんなことをやる日本代表を僕たちは見られたんだっていうことで、<ー>あの全くあのマイナスのことは感じなかったですね。うーんええ しかも実況していて、自分の試合を終わってもまだ戦いとしては終わらないわけじゃないですか。ええ、セネガルとコロンビアの試合が。ええ、あと <laughs> 残ってましたよね、まだね。ロスタイムもこのが長かったそれって実況してる方としたら。 ねえ、どう持ってったらいいんだろうって迷うような気がしたんですけど。<laughs> あでもね、あんまりそういうことも考えないぐらい、うん、結構あの試合でボール回してたんで困ったでしょうとか、そういう風に、あんまりそんなの全く感じなかったですね。ああ<ー>。あれを始めた瞬間に、意図が分かった瞬間に、はい、うわ、すごいことが始まったと思ったんで、今まで代表戦を実況してて一番無心でやれたっていうぐらいの実況でした。あそうだったんですか何も考えなかったですね。うーん ケムさん、もしですよ、これ、たらればないですけど、ベルギーに勝っていたら次は実況だったわけですよ。ああ、そうですよね。やりたかったですかやりたかったですね。そこはもう、あの、邪念に満ち破れておりましたね。二点取った時に、もうこれはやるぞ、みたいな感じで。俺の出番だと。ドキドキしながら、でも、 今日、プロ野球の実況だしな、って時間的に間に合うのかなと逆算、逆算しながら。なるほど。どっちも準備ら。たらどうなんだろう、みたいな。まあ、本当にここはもう、あの、すいません。純粋な心は全くありませんですはい。え、ということはね、今日の野球の実況、巨人対 DNA が待っているということですね。そそうですよね。そちらも、あの、 楽しみにしております。はい。新庄さん、あの、泣かなくても大丈夫ですよ。また、どん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 いい選手出てきますから。そうですよね。北山選手じゃ最後に一人。あ、そうですね。僕は中島翔也ですかね。中島翔也です今回、落選しましたけど、彼がポルトガルリーグから、また次の、あの、ステップ上がっていって、あの、4年後見返してほしいですね。なるほど、わかりました。木村さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 FM93、FM AM1242、日本放送、飯田浩事の OK 工事ーーアップ。最新の芸能ニュースや話題のトレンド情報を紹介していきます。まずは、スポーツ日本から。西のジャパン、赤敗したベルギー戦。平均視聴率は30.8%。 サッカー日本代表のワールドカップの決勝トーナメント1回戦、ベルギー戦を生中継した NHK 総合の平均視聴率が関東地区でのビデオリ,セビデオリサーチ調べで30.8%だったことが分かりました。瞬間最高視聴率は後半アディショナルタイム、ベルギーにカウンターから逆転ゴールを決められた場面で記録した午前4時51分の 四十二点六パーセントでした。おお、最後の最後までみんなじっと見て,って、ね、見てたっていうことですよね。またこれ占有率がすごいよね。まあ同時間帯どれだけの人が見つたかって考えると八割ぐらいでしょうん。そうですよね。まあそれはそうだよな。<ー>そういう時裏の番組をやるっていう人たちはどう作っていいのよこれって大変だろうね。そうですね確かにね。続いてはスポーツ放ちから。 トム・クルーズ23回目の来日決定アメリカの俳優トム・クルーズさんが8月3日に公開する最新作「ミッションインポッシブル」。 フォールアウトのプロモーションのため2年ぶり通算23回目の来日をすることが分かりました。うん、今回は上空7620メートルを飛ぶ飛行機から時速320キロで降下するヘイロージャンプと呼ばれる超高速スカイダイビングスタントに俳優で初めて飛んだことが大きな話題となっています。 いや、あのー、この日本放送って放送以外の仕事もいろいろやってるんですが、はい、あの映画のプレミアイベントの仕切りとかをやったりもする。ええうん、前に、えっとね、ミッションインポッシブル3だったかな、はい、の時に、あのやっぱりジャパンプレミアがあって、ええ、でトム・クルーズさんいらっしゃって、<う>で、それをね、あのー 各アナウンサーがポイントポイントで実況しながらつないで最後、レッドカーペットイベントお台場でやるみたいなことがあったんだけど、えーはい、これね、どう呼ぶかっていうのを細かく指,令指示されるの。と言いますとトムさんって呼んだらいいのか<ー>トム・クルーズって呼んでいいのかみたいなそるほどそ最終的な指示が「<は>ミスター・トム・クルーズで統一してください」<laughs> え「えちょっと待ってこれ日本語なのにミスター・トム・クルーズなんですか?」「そうです」とか言われて。えー、さあ 降りてきました、ミスター・トム・クルーズってみんな言わなきゃならなくて、<laughs> これでいいのかなと思いながらやってた覚えがあるんだけど、そう今回もね、どういうのかっていうのがね、<laughs> えー、気になるところですね。個人的にはね、<laughs> <laughs> 大方の人は一切気にならないんでしょうけど。<laughs> <laughs> 以上、今日発売のスポーツ新聞から芸能のトレンド情報をご紹介しました。さあ、私の方からも気になる記事のご紹介です。 えーとねあのー、昨日の、ね、この時間帯で、えー、ご紹介しました歌丸師匠亡くなられましたけど歌丸師匠の地元で、えー、横浜に横浜橋商店街っていうのが、はい、あるんですけど、えー、あそこを歌こ丸師匠の名前を冠した歌、えー、丸通り商店街に解消しようかなんてい出がってこの横浜橋商店街ってあの地下鉄の,、ねうん、あの駅が近くにあって、ね、僕も何度も中継でお邪魔したことがあるあよね。うんこれ にぎやかな商店街でさ、ねであのー、結構人情に厚いところで、ね、ああそれはもう歌丸師匠のこ人柄みたいなものも忍ばれるなと思ったんですけど「はい、二丸通り商店街、ねえー」そしたらまた、えー、坂本さん中継に行くかもしれないんですけど <laughs> そうですねえ<ー><ー>その時のまたいろいろな話が出ると思いますが、はいえー、スポーツ新聞雑誌から気になる記事のご紹介エンタメトレンドアップでした。時時刻は6時55分 お聞きの放送は FM93AM1242 日本放送飯田康二の「OK 康ーアップ」 さあ,あ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを深めていくという時間帯です。今朝のコメンテーターは経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いします。お,ますお、今日ブルーのシャツですね。そうなんですよ。日本代表に。日本代表に。あんまり別にあやかってないですけというわけじゃないけども。<笑><笑>どうですか、試合は。いや、もうね、びっくりしましたよね。ね<ー>僕、もっと圧倒的な差で、正直負けると思っていたんですが、はい、すごい、うん いい感じなのでいい <laughs> 前半ね0ゼ0ロゼロで折り返して<う>猛攻に耐えとそうしかもあのちょっと酔っ払ってボーっとしてたので <laughs> あとまあ深夜でもあるんでボ<や>ーっとしてたので,そうで、ね、3時ですか,らか最後ュシュシュシュッと追いつかれて <laughs> 最後あ,あれあれってねっていうのがね <laughs> いやもうちょっとまあでもすごい前線だっていうで、えー、まあ 何より相手ベルギーベルギー相手とランキング3位ですよねえフィ f ランキング大前線だったねえいや惜しかったです惜しかったね惜しかったんかあの化粧トーナメントに進出すると経済効果が5000億円だみたいな出てましたけどそうそうそうだからそれこそですね飲食店とか朝早朝通っていくとやってるところが結構あったこれは うん、ええー、多分まあ、ワールドカップ、最後まで見て、はい、その後、ああだこうだ言って、<laughs> ね、朝7時とかなっちゃってんだろうなっていう、<laughs> <に>そういうの感じますよね。まあ、これで少しねあの、個人消費が伸びてくれると、<laughs> 経済的にもっていうのが、なんかあの、おつまみとかその辺は結構売れたみたいな感じね。ね今日あたり出てましたけど、あと、うちの近所だとですね、はい、あの、ちょうど、 まああのー、予選が始まるあとは予選じゃない1次リーグが始まる直前、はいえー、もうあまりにもちょっと前評判が微妙だったせいで代表のユニフォームがもうすでに3割引きとかになって売って1戦目。はいあのー 終わったらこの引を値上がってんじゃねえかよっていうコロンビア戦が勝ったと思ったら勝ったと思ったらこラ来るぞって言って割引を取っ払うっていう笑っちゃいましたけどやっぱり市場っていうものはそうやって近所のスーパーも急に日本代表のユニフォームをかけてるんですけれども急遽過ぎて今回の間に合わなかったのか中田とかいろんな。 前回,前回のほも10年以上前のものを <laughs> そうそう、どっから引っ張り出してきたこれみたいな、えー、ひょっとすると袖に炎がついてるかじしないみたいなね、フランス大会じゃないかっていうような、<laughs> ね新庄アナウンサーは取材に行きましたけど、はい、この1リーグの前は結構、冷え切った雰囲気だったん,だ、ね、んまだまだちょっと売れ行き伸びてない中で、そのコロンビア戦勝ってからいきなりこう爆発的にやっぱり売れるようになったって聞きまして。 あの、僕もそんな普段ずっとサッカーってわけじゃないんで7月4日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です おはようございます。アシスタントの新庄一香です。FM93AM1242 日本放送飯田工事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを深めていく時間帯です。今朝のコメンテーター、経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。えー、飯田さんには番組のエンディングまでお付き合いをいただきます。<laughs> では最初のニュース、こちらです。<coughs> アメリカのポンペオ国務長長官が北朝鮮を訪問金正恩委員長と会談へアメリカ政府は米朝首脳会談の成果を実行に移すため今月5日からポンペオ国務長官が北朝鮮を訪問することを明らかにしました金正恩朝鮮労働党委員長とも会談の予定で非核化に向けた具体的な手続きについて協議する見通しです えー、ポンペオ長官は今月7日まで北朝鮮を訪問する予定6日に金正恩委員長と会談すると見られております、まあ、その後日本によるなんていう、ね、話も出ておりますけれどもそうですね今回、えー、一番ポイントになるのは北朝鮮側が、はい、いわゆる核開発の現状というのをある程度アメリカ側に伝えると思うんですね、えー、で、えー、一方で衛星情報とか、はいまあ、CIA の 調査で、まあ、ある程度っていうかかなりの部分は、うん、え開発の状況を米国側は把握してると思います。うん、その2つを照らし合わせて、はい、どの程度正直に交渉してきているのかっていうのを見極める、うん、ことになるんですけれども、うん、えこれはもう戦略的に考えると、はい、アメリカ側は非常に苦しいんですよね。苦しい。というのもお アメリカ側って、えー、この議論交渉に、欠があるんですよ。あの、まあ、タイムリミットがある。タイムリミットがある。一つ目が、やはり中間選挙。はい。で、もう一つ目は、なんと言っても、トランプ大統領の任期そのもの。まあそうですよね。で、え、一方で、え、ま、金委員長はというと、ま、ほぼ、エンドレス。ま、そうですよね。 そうしますと北朝鮮側としてはなんとか情報を小出しにして、うん、でいざアメリカの大統領が変わるとか、はい、世論が変わった時にすぐ元に戻せるような情報とか、えー、まあ設備の除却みたいな、うん、まあつまり設備を壊すみたいなのをいらない設備を壊すみたいなのを重ねて重ねて重ねて,重ねていって実質上何もしないっていう、うん、持ち込みたい。 はずなんですね、うん、はい。じゃあどうやったら実効性あるのかって言ったらやはりですねこれ、えー、いつもこの北朝鮮問題を考えるときはキーになるプレイヤーはあ中国なんだっていうのが必要な、はい、あポイントなんですよ結局そこになっていくんですねはい。で北朝鮮の経済を支えているのは中国との貿易ですはい で北朝鮮の輸出の、まあ、8割以上、まあ、事実上制裁後ですとほぼすべてが、うん、あと言っていいぐらい対中貿易なんですね。はい、ですから、中国がどのぐらい真面目に言葉は悪いですけれども、ええ、真面目に制裁を行うかによってすべて決まってしまう。うんで、えー、実際このお米長官の デタンと緊張緩和のムード,ムードというのは、はい、中国側に結構伝わっていて、えー、おそらく緩むのでそこまで真面目にやらなくていいんじゃないかそうですよね、えー、もう人の行き来とかっていうのはかなり活発になってるなんて話が出てる、ね、んですよねで民間の業者もおこの状況で厳しく中国当局に取り締まられることはないだろうということでちょっとお 中長官の交易、貿易っていうのが活発になってきてる、うん、そうすると北朝鮮、一息つけちゃうんですねそうですよね、うん、よくない方向にどんどんいってますよね。うん、そうなんです、す、えー、このケースですと、やはり、えーま、ちょっと他の貿易摩擦等で、えー、ずいぶん対立抱えてしまってるっていうのもあるんですけれども。はい アメリカと中国の間で、どのぐらい協調行動が取れるのか。うん、でそして、中国側には、最近いきなりね、すり寄ってきてますけど、あの、北朝鮮側が。はい。いやいやと。コントロールできなかったでしょ、と。うん,うん。もう好き勝手中国の言うことも聞かなくなってきてたでしょ、っていうのを、ちょっと分からせないと。えー。で、そういう意味で中国にとっても、決して、 安全な安泰な国ではないっていうのを意識してもらわないとまあなかなか引き締まらないんですよね。なのでまあポンペオ国務長官あ今回の訪朝で2つ締めがあると、えー、先ほどのいわゆる開発状況を教えてもらうと、えー、うでどのぐらい本当かどうか確かめるこれが1つと、うん、1> もう1つはあもう一度お米 長官の場合によってては首脳会談なんて話も出てる、うん、ああそうですけれどもそすね、えー、そういったものの道筋をつけることそして今回の訪朝とは別に中国との協調姿勢をしっかり示すことなんじゃないでしょうか、うん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします 時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカの6月の製造業景気指数が上昇。 アメリカの景況感を示す指標の一つである全米供給管理協会 ISM 発表の6月の製造業景気指数が60.2ポイントと前の月の58.7ポイントから上昇したことが分かりましたトランプ政権が発動した鉄鋼とアルミニウムの輸入関税によって供給網が素材され納入にかかる時間が延びたことが背景にあると見られております まあこれね、えー、関税が発動して供給網が阻害されたんだけど、景況としてはよくなっていると、まあ、ちょっとねじれたような感じもあるんですが、<laughs> まああのー、この景況判断指数、はい、ですね、えー、日本でいうと日銀短観に近い、はいえー、つまり企業の担当者にアンケート調査をして、ええ、まあ、いい、悪い、普通っていうふうに聞いて、うんえー、まあ、 良いまた普通と答えた割合を示したものなんですけれども、はいえー、この方法ですね、えーま、本当ののの足元の状況というのが大きく左右するんで例えば輸入関税が発動して鉄鋼やアルミニウム入ってこないとなると、うん、現在持っている在庫等をひとまず買っておくとか。はいうん えー、そういった判断が中心になるので確かに足元は気持ちよくなる企業もあると思うんですよ。ただ、ですねこれ長期的に見ますと、えー、これまで入ってきていた鉄鋼アルミが、えーま、納入時期がゆっくり遅くなったり、うん、それによって、ま、確かに在庫減るんでこれもプラス要因になるんですけれども、えーえー、長期的に見ますと入ってこないとか、うん、高くなる。 原材料である鉄鋼アルミが、はい、ということなんで、これ、アメリカの景気にとっても決して良いニュースではないんですね。アンケート調査の持つ特性から、ちょっとよく見えちゃってるんですけれども、はい、でそれをよく示しているのは、この製造業景気指数、当初の想定より良かったんですね。<ー>で普通、当初の想定より良かったら、株式市場は、はい プラスに判断すすすするんででよよよそそううねね、えー、当然そうなりますよ、ね、ところがあさっきの相場のニュースでも分かると、はいうん、まあ軒並みシャキッとしないといいますか、えー、ぐずっと下げる展開うん、えー、これはやはり、まあ、実際にこのニュースを受けて、はい、いやいやと、えー、どちらかというとこれいいニュースじゃないんじゃないかあっていうのを 感じているところなんですねニューヨークのダウ平均株価ですが前の日と比べて132ドル36セント安2万、うん、4174ドル82セントというところで終了と、まあ、下げてますすもんねねそうです、ねうん、ハイテク関連指数もお、まあ、下げているパッとしない状態ですこれ、えー、何よりも通奏低温といいますか、えー、ベースになっているのは、はい、米中間のお、うん、貿易摩擦なんです。はい で、えー、やはりですね大統領選の時期からこの貿易問題というのを強く取り上げていてでそれがあ、まあ、多くの支持者にアピールしたというところがあるのでポーズとしてはあもうこの中国に対する対決姿勢崩せないん。 ですね。トランプ政権は、えー、中国というかまあ日本韓国等まで含めて、えー、場合によってはカナダまで含めて、えーえー、カナダメキシコまで含めて対決姿勢崩す崩せないんですけれども、うん、これ経済系の閣僚や、うん、あ官僚はこれどうやってことは悪いですが、うん、骨抜きにするかが、うん、腕の見せ所だと思うんですね中間選挙控えていきなりやっぱり自由貿易ということにはならない、うん、だっ だったぜならば、えー、事実上、実際のビジネスに影響がないように、はいえー、きつく中国には言うけれどもテーブルの下では握手するっていう方針になってくれればそれが見極められれば、はい、マーケットは交換するんですが、はい、現時点だとこ大統領になってからずっとですけど。あの普通の えまあなんて言いますかリーダーだったらこれはもう机の上で喧嘩しながらテーブルの下で握手だって思うんですが本当にやっちゃうんじゃないのっていうのが付きまとうのがこのマーケットのシャキッとパッとしない状況が続いていてる大きな原因ですね外務省筋などを取材するとその周りの閣僚の人たちっていうのはその自由貿易やめちゃうのはさすがにまずいっていのは分かってんだけど あんまり表立って強く言うと、そうなんです。それこそティラーソンさんみたいに、国務長官前の、ええ、首切られちゃうのが怖い。だから、<laughs> うん、なんかこう、ぐずぐずぐずっとしたままいくというか、うん、日本との交渉も、これ、なるだけ引き伸ばして、骨抜きにっていう。そうそうそう なんか外務省もそこを目指しながら、ふわふわふわっとしたまま行こうとしてるような感じんですねそうなんですで。で、それを許してくれないんじゃないかって懸念が、トランプ大統領の怖いところだし、実はそれが交渉力の源だったりするんですよね。バレると俺の立場もやばいから、ちょっと譲歩してくれよって、日本にも言ってくると。まあ、あの正直ですね えー、自分が何を要求しているのかはっきり相手に伝えるっていうのは交渉の中で一番やっちゃいけないことなんですよ。なるほど要するに手の内をカードをさらす,すことになりますんで<ー>その伏せ方がトランプ大統領は、はい、中にも外にもうまい、ね、それをこう人心掌握に使う部分はそうそっちもうまいとあこれは難儀な相手を <laughs> そうなんですよねこれ世界経済の森になってます、うんうん え続いて2つ目こちらですサンマの資源を守るための国際会議が開幕深刻な不良が続くサンマの資源を守るための国際会議が昨日開幕しました日本は漁獲量の規制を導入して乱獲を防ぐことを提案しておりますがサンマの漁獲量を伸ばしている中国などが反発するとみられ厳しい交渉が予想されております 東京都内で開催中の北太平洋漁業委員会の年次会合での議論とこれ、新聞報道なども見ているとこう日本と中国が対立してると、はい、<laughs> で日本は資源を守ろうとしてるんだけど、うん、中国が反対してるんだっていうような書きぶりなんですがいや、これはですね、うん、あのまずサンマを考えるときに重要なのは、はいえー、例えば話題になっているマグロ、うん、サバ、うん そして、うなぎ。なぎこの三つも確実に乱獲が原因です。うもう全専門家一致の見解だと思いますが。はい、実はサンマにつ,ついては。本当に乱獲が原因なのか、ちょっと分かってないところがあるんですね。そうなんですね。はい、ええー、やはり、あの。 他のお魚と違って、まあ、1年2年、えー、ぐらいで食べ頃になる。うん、ま、1年魚が十分食べ頃の魚ですので、はい、えー。もしかしたら乱獲じゃなくて温暖化かもしれないっていう。海流が変わったりとかしてるから。そうですね。っていうのが一つ。そしてもう一つは、えー、中国、台湾、はい、日本、この3カ国ぐらいしか大量には取ってないですね。あ、そうなんですかえー、だいたいまあ、 日本と台湾が同じぐらい、うん、そのまあ半分強が中国ぐらい。あえ中国、一番じゃないんですかガンガン取ってるっていうのはう一番台湾です。で、えーまあ、その後で言うと、えー、その中国よりもかなり少なくなって韓国、うん、それよりそれと同じかちょっと少ないのがロシアぐらい、ほうでえー、そういった状況で、かつですね。 日本とと日日本本以外のの国だとサンマの取り方が違いますは近海三陸のサンマとかも、ねえー、シーズン最高にいいじゃないですか、えーえー、沿岸部で取ったりするのが中心うん沿岸から沖合、はい、で一方で、えー、台湾と中国の漁船は北太平洋、まあ、むしろアリューシャン列島とかに近い方に行って、はい、大型船で取る。 っていうのが主流ですう、はい、でこういった状況で、えー、漁獲枠を設定して特にです、ね、黄海つまりその北太平洋ですからの、はい、あの別にどこかの国のいわゆる領海とかあまたは排他的経済水域ではないんですね。はい、はい でそこでの漁獲枠を設定するっていうんですけれども、うん、こういう時に今,今年の提案内容もちろんあのまだ明かさないわけですけれどの今年の提案内容というのを,を去年から類推してみると去年もですね、うん、日本10台湾、まあ、8とか<ー>で中国5ぐらいの割合を提案したがるんですが、はい、それあの特に台湾 中国から見ると、いやいやいや、なんで、えー、一番じゃない日本が漁獲枠けだけ一番くれって言うんだよ。実績でやってくれよ。 っていう風になるさら、はいえー、にはそもそもこの資源の減少自体が乱獲なのかどうかも微妙に分かってないと。でそういった事情からこれかなり厳しい交渉になるんですね。はい、でさらにもう一つ大きなあの日本にはディサードバンテージー不利な点があって、はい、基本的にうなぎでも。えー えー、マグロでもサバでも、この3つ確実に日本が原因なので。うん。いやいや、今回も日本なんじゃないのそんなことはもうまだ分かってないんですけれども。はい。 っていう疑いの中で交渉しなきゃならない。ああ<ー>。これもね、えー、日本にとってかなり厳しい状況を作ってる原因だと思います。うん。よく、その日本近海のね、えー、サンマ、痩せちゃってるんだみたいな話も出ますけど、結構若い魚とかも増えちゃってるんですかね。そうですね。えー、で、まあ、何よりもサンマの場合は絶対量が減っていますので、はいえー、小さいものも取っていかざるを もし同じ業格枠で行くんだっああ、そう取っていかざるを得ない。これが大きな問題ですよね。うん、そうすると資源全体としてはどんどん細る方向に行っちゃう。細っかなり、えサンマも危険な状態なんじゃないでしょうか。うん。えー、おはようニュースネットワーク。今日は経済学者、飯田康之さんとお送りしてまいりました。えー、日本放送を聞きの方、この後も飯田康之さんにお付き合いをいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。 7時27分です。FM93AM1242 日本放送飯田工事の OK 工事アップえ。今朝のコメンテーターは経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。続いては教えてニュースキーワードです。<laughs> エネルギー基本計画を閣議決定。 政府は昨日エネルギー政策の指針となるエネルギー基本計画をおよそ4年ぶりに改定し閣議決定しました温暖化対策の枠組みを踏まえ太陽光や風力などの再生可能エネルギーを主力電源とすることを目指すとしております年ごとの見直しが 検討が定められていいるというものを改定は平成26年以来ということですが、はい、今回は再生エネルギーの幅を大きくしたぞというのを書く新聞と、うんまあ、あ原子力についてこの先というのが見えてこないみたいなことを書く新聞とあります、はいでえー、実際、ですねこの再生可能エネルギーの普及というのは日本にとって非常に大きなあ、まあ、義務に近いかもしれない。とと、うん、というのもももですね、はい 原子力発電所がここまで、えーまあ、日本の主要電源になったのは、うん、なんとかエネルギーを短期的な輸入に頼らないで自給、はいえー、率上げていきたい、うん、といった時にやはり、えー、原発となったんですが、はい、原発が不透明な今。 じゃあ、国産できるものはって言ったら、うん、太陽光、地熱、はい、まあ風力、うん、まあ、洋上風力中心だと思いますけれども、といったものになってくるんですね。はい、で、その際に重要になってくるのが、この太陽光発電、えー、中でもメガソーラーのような大規模なもの、うん、あと洋上風力ですと、まあ、 海を使いますから、はいえー、そういった地域がどのぐらいこれに協力してくれるかというのが大切、はいえー、ただですねこのエネルギー関連の企業の方にお話を伺うとですね、えー、なかなか地元の了解というのが得られないうんで、えー、地元の了解が得られないので進まない、はい、つまりは、えー、まこれまで農地だったところを まあ、ソーラーにさせてくれ、えー、うんうん、または一部、まあ、漁業に差し障りがあるかもしれない場所に。えー、養洋設備を作らせてくれって言った時、はい、まあ、地元で必ず反対運動起きるんですね。うん、で、えー、それで反対運動と交渉しているうちに、ただ時が経ってしまうと。はい、で、えー、これ解決する方法というのが最近やっと見えてきたんじゃないかと思ってます。へ<ー>えー、どういうふうにするかというと、外から業者が入って、はい。 でさあ電力設備作りますよって言うと、うん、正直あの合理的なというよりも気分的に嫌なんですよね嫌、うん、よそ者がなんか勝手なことしてるって、ね、<う>思いますよねで、えー、さらに、ま、地域外の企業ですのでそこの利益もかなり東京に流出してしまう、はい、むしろ地元でファンドを作って で地元の資本でみんなで始めるこれ例えば長野県の飯田市で、ね、こんだけ W 飯田なんで飯田の話もしとかなきゃ <laughs>、えー、なんて一つのモデルですけれどもそう,なんですそう地域のお金で、えー、み地域で話し合って で、ええー、まあ発電設備作るってなると、意外とそっちだと進むとか、あ<ー> <laughs> 同じもの作ってるのに、持ってき方だったりして、しかもそれ地産地消でやればね、うんあの、エネルギーの輸送のロスとかもなく、そのままやれると、そして、えー、地域の資本で、えー、やってるビジネスなので、利、うん、益も地域に落ちる、うん、そういった方法を模索していく必要、これからの再生可能エネルギー、これを拡大するためには必要なんじゃないですかね。えー、今日の キーワーワドエネルギー基本計画閣議決定でしたサッカーも熱いがプロ野球はもっと熱い目まぐるしく変わるセ・リーグの順位今夜はどうなる大魔神佐々木和弘さんの解説「日本放送ショーアップナイター巨人対 d n a は今日夕方5時40分 メール、ツイッター、様々いただいておりますが、あのサンマの漁獲制限やらなきゃっていうニュース、国際会議を今、東京でやっているというニュースがありましたが、うんえー、ツイッターで、大勢さんです、えー、漁業資源の場合、水産庁が国際規定に照らすとしっかりできてませんよと、うん、これあの、本当は規制しなきゃなんないんだけど、えー、結構こう、弱腰といったらあれなんですが。そうですね特に水産庁があ、まあ、かなり国内の 既存の、はい、漁業におもんばかり過ぎてきた正直日本が交渉をまとめるためには、はい、結構日本側に出血がないといけないつまり血を流さないといけないっていうながどうしても出てくるんですがすいいそれをやらないで、はいえー、外国は削ってくださいって。 っていうのは、ちょっとこれは国際交渉として通らないですよね。えー、その意味で、はい、ちょっとですね、まあ、サンマもそうなんですけれども、えー、漁業資源管理について日本、ちょっとと言いますか、確実に後進国なのは間違いないといいます。まあ、間違えた網に入っちゃったみたいのが多いから、そこ批判されたりしますもんね。 7時44分です。FM93AM1242 日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。私、日本放送アナウンサー飯田浩事と、アシスタントの新庄一花がお送りしています。えー、今朝のコメンテーターは経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。え続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、スクープアップ 住宅ローン変動型金利での借り入れが過去最高に2017年度下期に住宅ローンを変動型金利で借り入れた人が過去最高となる56.6%に増えたことが分かりました低金利が長期化するという観測に加えマイナス金利政策の導入後銀行間で加熱した固定型での金利競争が一服したことなどが影響していると見られております、はい 今朝の,あの日経の一面で、へえと思ったんですよ。私も、7、8年前最初、住宅ローン組んだ時、迷いに迷ったけど、変動しちゃったら怖いなと思って、フラット35にしたっていう思い出が、<laughs> ええ、固定35年というね。 で今は借り換えされました借り替えましたけど<え>借り換えた先もやっぱり怖いなと思って<あ>最初10年固定ってやつ、ね、なるほどなるほどこの変動金利にするか固定金利にするかっていう時に必ず出てくる説明が、うん、今後金利が下がっていく予想の時は変動、はい、上がっていく予想の時は固定っていうんですけど<定>まあ分かりゃしないんでさら、はいね、に言うと今後金利が上がっていくって分かってたら、うん、長期の金利も 高くなりますすんででにねあんまり、ねえー、意味のある説明ではなくてですね、はい、この変動と固定どちらを選ぶかというときはぜひ1つ目は、はい、自分の職業の特性を考えてください。ほうほうほう つまりはインフレになるとか、はいえー、それによって金利が上がるときに比較的収入が連動して増えるタイプの産業にいる場合、<ー>えー、例えば、まあえー、自分でビジネスをやっているとか、はいえー、またあサラリーマンであってもお 与つまり、ボーナスとかが給与に占める割合が高いタイプ、うんそういったときですと、例えば変動金利で借りて、景気が良くなることで金利が上がったら、うん、その時にボーナスも増えている。えるとはい、で、一方でそうじゃなく、公務員だったり、えー、またはあまあ産業から言って、日本全体の景気とあんまり関係なく動いてると、はい、そういう人の場合は、やはり固定金利の方がおすすめなんですね。 なるほどあじゃあ俺良かったんだ景気がよくなっても一向に給料が上がらないわけですからある程度ちゃんとあの確定した金額を支払っていく方がお得だっていうこれがあの、まあ、あの日本人といいますか投資下手な人が苦手なんですけ、えー、考え方なんですけれども、はい、支払う総額 を気にするとか、うんうん、そうじゃないんですよね。はい、気にするべきは、払いやすいか、払いにくいかあなので、それを気にした方がいい。さらには、え全部トータルで損得を考えた方が良いので、はい、例えば固定金利の人は、えーまあ、後景気だったり景気あの、金利が上がった時は、うん、ああ固定金利で良かった。 逆に金利が低い時にはちょっと損したなって気分になるのであったら金利が低い時に価格が上がる例えば国債のような資産を合わせて持つああなるほど、えー、そこで総裁していけばいいわけです,そうなんですねうんで、えー、結局のところこの住宅ローンどっちが得ですか分かりませんと、うん、これ単体で見たらさらに言うとどちらが得だと言い切れないように価格っていうのは、はい、調整されますなので、えー 必ずです、ね、自分にとっての損得とか、はい、または、えーまあ、ローンだけじゃなくて、ローンと仕事とその他の資産形成っていうのを合わせた損得っていうのを考える必要があるんですよね。はいでまあ、この先の先、ね、見通しというか、まあ 金利のみならず物価の方なんですけれども、うん、あの、日銀は2%一応目標にしてますけれども、はい、これ2%はひょっとしたら難しいかもしれないと1、1%台半ばから後半というふうに、ちょっとレンジを取るんじゃないかみたいな話も出てきてますね。うん、で、この日銀の金融政策、レンジの取り方、大変僕、よくないと思っていて、いうん、本来であれば2%超まで、つまり2%を上回るまで、はい、現在のフレーム、 を続けるんだっていうよくあの、まあ、金融緩和が必要だっていう人には2パターンいて 1>,、はい、1つは量が重要ですっていうタイプの人、はい、でもう1つはコミットメントつまり約束の信頼性を高める方が重要だっていう人うあの、まあ、どちらかというと経済学者の中でもいわゆる軽量経済学よりの人はこコミットメントが重要です。はい はい、っていう人が多いんですけれどもそれをもっと強化する方法を何重にも考えていかなければいけないうんなのでそこでコミットメントを弱める1.5でもありかもつまり1.5超えた段階で引き締めに向かうこともなくはない っっって言って言しまったら意味がないんですよね実は私固定金利なんですけれども、えー、だから、はいえー、金利が上がってほしいわけじゃないですよ、えー、ちゃんとん、えー、日本経済のことを考えると、はいえー、しっかりとインフレ予想が2%ぐらいに落ち着いてそのインフレ予想が2%だからその分金利がかさ上げされるっていう形での正常化、はいえー、が必要だと。 でえー、これ、実を言うとといいますか、このラジオのリスナーだと、皆さんご存知2014年、1回生きかけてるじゃないですか。そうですよね、うん、ですから、日本経済に2%インフレが無理だ っていうのは、いやいや2014年、いきそうだったんですけど、とあるあれがなければあれれがなけばそうですよねですから、まさに来年の消費増税もどうするのか、ちょっと見極め、考えを改める必要、総点検が、このまさに秋、必要です、なので、自民党総裁選ですね。なるほど誰かが あこれはあの、もちろん大本命と言われている安倍首相でなくてもいいんですよ。ええあの 誰かがはっきり消費税の引き下げ、引き上げをしない、なんだったら引き下げるっていうのを出して戦うと、その後の議論に大きな影響を与える。それを目指してほしいなと思いますね。本来それ、野党であったりとか、あるいは左派の主張をする人たちっていうのは、そう言わなきゃいけないんですけどね。そう、なぜかですね、財政については、すごい高派なんですよね、皆さん。んこれがね、ちょっとよくわからないところ。ね。 何と言いますかこれはあの日本型のリベラルの問題点だと思うんですけれども、うん、平等とか、えー、景気で弱者をというよりも、はいえー、どちらかというと、まあ、すごく昔風のいい子みたいなメンタリティーというのが、はいえー、共通の価値観になってしまっている。 そうすると、お金を節約して赤字を出さないようにするのは、なんていうか、いい子しさですよね。そうですね、えー、まあ、美徳っていうような。う何かそのいい子しさをすることが、うん、リベラルの役割みたいになってしまっているのが、日本的な意味でのリベラルの、まあ、最近、振るわない状況っていうのを作ってる気がしますねあいい子っていうのは、確かにそうだなって思いますね。ーえー このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。お送りしてまいりました、OK、工事アップ。お別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼント、ご当選の方、発表です。 はい。日本放送オリジナルフェイスタオルを5人の方にプレゼントです。町田市、笠原康之さん、東松山市、磯部昭一さん、市川市、菊市聡さん、綾瀬市、宮田のりおさん、西東京市、宇都高志さんご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。えー、明日のコメンテーターは国際政治学者、高橋和夫さんです。えー、今朝は飯田康之さんとお送りしてまいりました。飯田さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。最後にツイッターで、えー、JA ってあった方がいい それとも農業に関して新たな組織を立ち上げたほうがいいの、うん、という、まあ、農林中期の話を6時台にした、まああので JA 改革、今まさにまあ待ったなしと言いますかまあどんどん進んでいるところなんですけれどもえ単位農協、いわゆる各町にあるようなタイプの農協その機能ってのは極めて重要なんですね。ねこれがかつてはえ 中央会っていうトップダウンから、はいえー、指令が降りてきてその末端組織のようになってしまった、うん、そうじゃいけないと、うん、むしろです、ね、個別の単共と呼ばれるんですけど、はい、単位農協っていうのの意見とかニーズっていうのを吸い上げて、うんえー、それをまとめて、えー、例えば、まあえー、銀行金融網であったり、えーまあ、そういったまあ物流網、はい、そういったものに、えーまあ、まとめていくむしろ 地元の農協の重要度を上げるっていうことが、やはり農協改革にとっては重要な課題になってきますし、皆さん、あの、意外と見落としてるんですが、ここのところ農業、全産業の中で一番伸びている産業の一つです。ああ、そうなんですね。ですから、あの、なんて言いますか、 かつて農業を成長産業にとかっていうと、何、またあの、地方にいい顔しやがってとかって思われたかもしれませんが、現実として今一番成長している産業なので、あの、これをもっと伸ばしていくためにはどうするのかっていう視点、必要になってくると思うんですよね。なんかあの、ちょっとあまりにも農業衰退の時期が長すぎて、 そのイメージばっかりになっちゃってますよね。うん、ここ5年ですと、やっぱり農業は明確に成長産業ですあ。確かになんか世代交代をして、うん、大学とかでこう農業をしっかり学んだ人たちが戻ってきて、うん、で、あじゃあ若い人で体動くんだったらって言って、周りのおじいちゃんおばあちゃんが、うちも耕してくれ、う,うちも耕してくれって、自然に大規模化が進んでるないそう、あのー、中間管理機構という仕組みで、えー、ある程度まとまった大きさのある、う かつて農地って結構バラバラだったのをまとめて効率化するって手法、はい、かなり有効性あるようですね。うん。まあその辺からね、世界に打って出る日本の進出っていうのはもう折り紙付きですもんね。<laughs> そうですね。うん、楽しみになってくると。まあその辺もまた、ああ、おいおい聞かせていただければと思います。え、飯田さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。というわけでこの時間の相手日本総飯田浩二と、明治大学の飯田康之でした。そして、新庄一花でした。